皆さんこんばんは、ナナメです。今日は INI の、ファンコン初日ということで、ちょっと用意をねしてみました。で、前に参加してたロングトーク、西ヒロトとのロングトークのレポっていうレポじゃないけどお話もしたので、楽しんでいただければなと思います。それではビデオスタート。はい、じゃあやっていくんですけど、ちょっと秘宝ピムの下地使いたかったのにないないです。ということで、ちょっとエチュセでいいか、エッジ性使います。これもまあ、もうまあ普通に毛穴は隠れるんで、ただリムの方がよりね持ちがいいかなみたいな感じなのでね。あと今日ね、その INI のファンコンっていう、なんかライブとはまた違う、なんかよくわかんないやつ行くんだけど、今日初日で、で最速で当たってて、でアップグレもあってさ、初めて、でそのアップグレも当たってんの、ね、だからさ、ちょっと早く席見たいんですけどみたいな早く席を出せ今ね、もうそろそろ11時になるんだけど、でもそろそろ出してよくない？だって今日だよ今日もさ、5時にはさ、もう会場に入れるっちゅうのにさ、え、何をそんなにもったいぶっている？いつも遅いの私が推してる、その INI が所属してるラポネっていう会社って、てかもういろいろ出すの遅くて、出すえってなること多いんだよね。私は全然関東に住んでるしさ、まあそのね、すぐ都内に行けますから全然なんかあれなんだけど、もうほんとミニにはさ、遠くから応援してくれてる方もたくさんいるというのに、なんかいつもね詳細出すの遅いんだよね。だからそう、遠征して来てくださってるさ方とかさ、絶対大変だろうなと思うの、ホテル取ったりさ、いろいろあるのに詳細出すの遅すぎてえ、愚痴、もう愚痴始まってます。まあでもそのあれなんだろうね、席出さないのは転売予防とかなんだと思うんだけど、にしてもちょっと遅いなみたいなはい、じゃあファンではね、最近推してるウェイクメイク、これ超持ちよくて、多分私の肌に合ってるんだけど、これを使うんだけど、ここにこう一回手の甲でパレット作って、そこからのせてきます。するとこんな感じで塗れるんです。薄くって言っても、私はいろいろカバーするとこがあるから、結局結局ね、濃くなっちゃうんだけど、ほっぺの部分は。でとりあえずこんな感じでさっさっさーと塗り、今はちょっといっちゃうか先に。そしたらウェイクメイクのスポンジで急いで固まる前になじませます。もうすごくない？このカバー力。こんな薄く塗ってんだよ。こんな薄く塗ってこれだから、マジですごい。で、しかも持ちがマジで良くて、やっぱね、カバー力を私は重視してるから、これはね、ほんと大好き。はい、どうかしら。こっち塗って、こっち塗ってなくて、この目周りとかも特になんだけど、この、木くすみが薄まればいいなっていうので、結構カバー力すごいでしょ。ね。だからこれ大好きで、ライブの日はこれつけてこうって決めてたから、つけちゃう。しかもこのハケがいいんだよね。まあ、スポンジもすごい、良かったです。これも追加で買ったやつだけどさ。メイクメイクのやつで、持ちが良くてびっくり、ほんと。私の中でめちゃくちゃ持ちがいいのって、リキッドだとイブサンローランとか、そっち系、あとシューウエムラとかそっちなんだけど、これ結構負けてないです。本当に綺麗。それがこのブラシのおかげだったとしたら本当ごめんなんだけど。いやでも、絶対に綺麗なんだよな。まだめっちゃ暑いじゃん。で、すごい汗かいて、もう家にも帰ってきても、え、今本当外にいたよねっていうぐらい綺麗で。なんか汗かいてるとさ、だいたいやっぱこの辺剥げちゃうんだけど、全然綺麗だから。はい、OK。めっちゃ綺麗になりました。そしたら、コンシーラーでちょっとまたさらに、ウェイクメイクの娘で消していく。いや、何があるか分かりませんから、今日のファンコンはしっかりと綺麗にしていきまーす。コンシーラーも結構カバー力あるから、ずっといます。で、乾燥感もあんまりないかな。下のやつ使った方が綺麗よね。ここのそばかす、シミを消します。で、そしたらちょっと小鼻だけ、こちらのネーミングで消します。鼻炎持ちだからさ、鼻水めっちゃ出ちゃうの鼻水出てここがよれるのめっちゃ困るんですけど、これで鼻持ちチェック C の
完成です。すごいバカ殿バカ殿降臨しましたって感じなんだけど、ここからパウダーをのせます。これパーフェクトダイアリー、これもお水弾く系なので、今日は暑いんだって。だからこれでね、しっかり弾いてきます。ポチポチポチ。ここね結構汗かいちゃうから、本当はツヤあった方が素敵なんだけど、ここちょっとしっかり乗せさせていただきますすいません。で、金庫。そしたら、やっと眉毛に入っていくよって。今日ね、マジで1億年ぶりに眉染めしました。じゃあ眉毛、これはリンメルですね。なんか私、ずっとこれレブロンだと思ってたすいませんでした、本当に眉毛失敗したくない。失敗すると本当に1日テンション下がる。とりあえずちょっと太く描かないで細く描いとくか。ほんで足せばいいんだもんね。てか今回のなんかそのファンコンってマジで何やるか分かんなくて、まあもちろん歌は歌うと思うんだけど、私たちは一体何を見に行くのっていうところなんですよね。てか全然話変わるんだけどさ、スキズのさライブも当たったの、超嬉しいみたいな。ダブル会員っていうさ、そのモバイルと普通のファンクラブ入ってさ応募するやつ当たって、でそれもさ、アップグレがあるんだよね。10月にアップグレがあるから、それもちょっと当てたいなみたいなまあ無理か。結構スキズと INI をしてる人多くて、この前ファンミーティング行った時も、私がフォローしてるミニちゃんたちが同じスキズのあれファン見てるみたいなのがたくさんあって、あ結構共通してんだなって思った。はい、ということでちょっと眉毛やってきました。眉毛を集中したかったのでごめんなさいで、ちょっと鼻も若干描いたんだけど、ここからアイムミミで買った新しくこのノーズシャドウでね使えそうなやつ、これをここと、ちょっと鼻先だけもうちょっと濃くして、そこから薄めたいので、ちょっと最初はなんかうんこマンみたいな色なんだけど、からちょっとぼかしていきます。あの先にうんこマン。やばい、大丈夫かな、こんなうんこうんこ言ってて。バン食らわない？いけそう。あとでちょっとパウダーをね、上から乗せて、また形を正式に取っていこうかなと思うんですが、はい、とりあえずこんな感じで、ぼかせたら、クッションで、このね、余ってるファンデで、ちょっとこう馴染ませていくって感じですかね。やっぱパウダーだと鼻先消えてることが多くて、なんでちょっとこうペンでしっかり固定していくっていうやり方にしてるんですけども、 OK。 でそしたらアイシャドウに入りますか。ちょっと気に入って使ってるこれにします。サンローランでこれ710番のここのカラーをまずのせます。ちょっとラメらせて光らせていきましょう。あ、そうそう、なんかさ、私ヒロトとさロングトークしたじゃない、そのロングトークっていう1分ちょい話せる特典にあたって、でそっからなんか別にレポとかも特にあげてなかったから、まあ、軽く、まあ、全部は話さないけど軽く話せたらなって思ってるんだけどさ、そう、その特典会行ってきてびっくりよ。入ってさ、まあ、こんにちはって言われて、こんにちはって挨拶したらさ、名前をね、速攻呼んでくれたの。ななみちゃんとか言って。鑑定じゃねえよみたいな感じだけど。ななみちゃんつって呼ばれて、えって感じじゃない？名前呼んでくれるって、まあ、私なんか名札とかもつけて行ってなくて、名前をさ覚えられてることがびっくりしちゃったんだけど、その完全に名前をしっかり覚えてくれてたから、ちょっともう好きが増したよね。なんでわかるんですかって突っ込んだらよくないよなって思って突っ込まないけどさ、まずさあのこわもての顔からちゃん呼びえぐいみたいな、もうなんかえぐいえぐすぎでしょ。年下の、ね、若い子にななみちゃんはちょっとこう来るものがありますよねギューンみたいな。ほんでなんか私何言ったんだっけな、でもせっかく長く話せるから、そうなんか私 YouTube やっててみたいな
話したらさ、どんなみたいな感じで、何人気あんのみたいなこと聞いてきて別に人気ないんだけどみたいな感じでごまかしたけど、ずっと笑ってんのよ。で、なんかさ、まずさ、名前をね、知ってる時点でおかしいんだよ。わかる？だって私、ヒロトの前で名前全然名乗ってないし、そもそもその7ポーズっていうのも7だから、その7みっていうのは知らないわけじゃん。なのにさ、なんで私の名前知ってんだってなるわけよ。なるでしょ？そう。名前覚えてるわけがないの。なのに、名前知ってて、何？人気あんの？とか言ってさ。いやもう、絶対知ってるやんみたいな。いやもうなんか絶対知ってる人の反応なの。でもなんか、多分突っ込まれたくないんだろうなって。ヒロトは、そういうの多分言わないようにしてるのかなって思って、だから別にそっから深く言わなかったけど、とりあえず私 YouTube でそのヒロトのそのレポあげたりとかしてるんだみたいな話してそれは言った。でも絶対知ってるんだけど、まあいろいろ矛盾してるなって思うところがあって、ヒロトと話してるとまあ言いたくないんだろうなって思って、私はあえて突っ込みませんけどとりあえず自分の名前覚えててくれてるのがすごい嬉しくて、そこがね、ほんとキュンってなったっていう話いや本当にかっこよくてさ、でも私の好きなね、そのロン毛じゃないのよ今、美女が私のちょっと苦手な短髪なのよ。なんだけどその時メガネしてたので、そのメガネの美女が私大好きで、ちょっとこう顔をしっかり見たいから、顔最後に顔見せてって言ったの。そしたらメガネこうやってわざわざこうやってクイってやって、こうやってまたかけて顔見してくれたの。もうかっこいい、無理無理なんですけど、絶対自分がかっこいいって分かってんじゃん、あんなことするのね。え、恥ずかしくてできないもん私あんなの。とりあえず私はそうなんですよ、ロン毛が好きなのでなんか最初そんなにテンション上がってなかったんですよ、なんか会えるのに。でもやっぱりさ、実物見ちゃうとさ、もう髪の毛とかどうでもいいよっていうぐらいかっこいいわけどうでもいいよ、かっこよすぎて何もなんかもう言葉にならん。ほんとなんか髪の毛とかでぐじぐじ言って、すいませんでしたとなるすいませんでした、私はあなたのことが好きなんすって普通になりますね。ビジュで黙らせていただきましたそう、友達にもさ、いつもさ、そのヒロとか髪の毛短くなるためにさ愚痴ってて、もうまた髪の毛切ってたけどみたいなえ、もう次坊主じゃないみたいな、もうネタになるぐらい。そうなんです、私はちょっと赤西真って育ってきてるからロン毛のもうメンズ大好きなのね、そのアイドル系は。現実でロン毛の人と付き合ったこととかはないんだけど、そうなんです。アイドルに求めるのは結構毛で、毛なんだよね。でもなんか本人にさ、それを言うのはまた違うかなと思って、髪伸ばしてよとかは言ってないの。言ってないんだけど、とりあえず私はね、髪大事にしてます。一つ結び？私が今やってる、一つ結びしてくれたのも最高なんですよ。だから今ね、ちょうどね、ピリちゃんがめちゃくちゃ髪伸ばしてくれてる時期なんですよ。だから、本当に嬉しくて、ロン毛最高みたいな。もちろん短髪好きな人ね、で早く髪の毛、切れよみたいな感じで思ってる人もいると思うんですけど、私はちょっとロン毛が好きなので、今の時期すごくハッピーハッピーです。私は FF の世界が大好きなので、そのやっぱりそうね、髪が長いというこのセフィロス伸ばしていただかないとっていうのはちょっと気長に待っております。メイクはじ、あの喋りながらメイクめっちゃ進めちゃってたんだけど、この辺はいつも通りだから、なんでね、内側にしっかりラインを描く派です。嬉しいですよね、普通に大興奮でさ、池崎リヒトのミニと一緒に行ったから、ロングトーク終わって速攻なギャーみたいやばいんですけどって言って、大興奮でお話ししちゃいましたそうそうそう、あとさ、これもすごい良かったんだけど、なんか私現場行くとさ、結構ヒロトに見つけてもらえてファンサーをいただけるんだけど、 それでなんか私が
なんかいつも私のこと見つけてくれるよねみたいな、なんでみたいな感じで言ったの。でそしたら、もうすごい覚えてるからって言ってたので、そのレモン超可愛くて、何それみたいな、もう嬉しすぎるんですけど、やっぱ私なんかあれなのかな、私結構なんかヒロトの前でキモいのかなでも本当になってさ、自分の推しに覚えてもらえてるってこんな幸せなことないなって思う。こんなさ、激キモオタに優しくしてくれて、優しくしてくれてありがとうって感謝。で、ちょっと私はこのルミアグラスというアイライナーで、もう絶対にね、もう泣いてもいいように、しっかりとラインをなぞります。これ大好き。で、これ、もうこれしか使ってないから、最近ずっと。これを塗れば、取れません、とりあえず。涙流しても、汗かいても。撮れたことがないっす。今からライブ行く人だったり、映画館とかで結構さ、泣いちゃうストーリー系あるじゃん。そういうのの時につけていくといいかも。マジで落ちないから。で、チークは、ベーミングの2番ですね。これで一回ちょっと下地を作って、重ねるので。一旦ちょっと広めに塗っちゃうよ、みたいな。あと、顎ね。で、そしたら、このセザンヌの大好きな1番。そしたらハイライトですね。このボビーですね。塗っていきます。それで鼻と、鼻先。めっちゃ綺麗。これ超綺麗じゃない？この内側の方に私はハイライトを、ね、入れるようにしないと。なんか似合わないから、こっちに入れます。この先と、ここはちょっともう一回二度塗りして、あとこの目の横にも入れます。横向いた時にここが綺麗だと、ほんと綺麗に見えるから、ここにしっかり入れます。で、そしたらちょっとこことここもつなげます。リップなんだけど、この二つを使いたいです。メイベリンとティルティルですね。こっちを先に塗る。メイベリン塗ってティルティル塗ります。このリップ大好きすぎてやばい。超可愛いんだけど、私のどこ飲みすぎて、ただちょっと風がね、そう吹くと髪の毛にちょっとついちゃうなみたいなのは正直あります。でも色味可愛いから、あー可愛い、最高、もうこれだよこれ。え、まだアイメイク終わってませんよ。で、そっからこの口角に感じで線を描く。キュッてなって見えるようにしたいから、 OK。 そしたら上からこのリップを重ねる。ティルティルの方若干ちょっと濃くする感じ。これ塗っとくと落ちづらさも出るので、うー可愛い。で、そしたらちょっとまだ残ってる目をやっていきます。涙袋はローラメルシエですね。これが安定なんですわ。下にシュッと、こっちもシュッシュッシュで、ちょっと大事なのがここ、ここにも入れてるの、いつもここね、ここに入れて光を出すんだけど、ちょっと投げませます。そう、ブラシでシュッ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 、うん、いい感じで。そしたら涙袋を、ここでもセザンヌさんが大活躍、線を描く。うん、大きいでしょうか。ぷっくりした。で、シェーディング、最近買ったこのデイジークのここを使います。まあ、こことかこの辺使います。で、混ぜていくとすごく自然な、なんだ、コントアリングができて、ティメジも大好きだけどこれも気に入ってます。おでこがね、特にね、すごい自然な色味になってくれる。自然に小顔にしてくれるかな。ちょっとしんちゃんさやだな。このなんか生え際、すごく自然じゃない？これはイエベ用なんだけど、あのブルベさん用も売ってます。なんか最近こうやって、ブルベ、イエベ用って分けられてるのが多くて、すごい。よし、オッケー。この、でかいラを削り、で、完成ですよ。髪の毛を一旦ストレートにして、ちょっと髪考えよう。一旦この髪のうねりを取ります。よし、よしよしよし、は
はい、ってことでこんな感じでちょっと仕上げてみました。なんか髪の毛失敗して巻いて今やっとなんかちょっと落ち着いた感じです。内巻きにしました。今日はほんとなんか特にセットとかもそんなにしてなくて、前髪を巻いてこう毛先巻いたぐらいですね。これじゃピアスでかすぎる、でかすぎだなこれで OK、 完成しました。ってことでちょっとねできたいと思います。あ、ちなみにこの服はココディールのやつ でこれシーンで買ったやつ、ちょっとガーリーなんだけどこれなんかちょうどいいからこれにうちわとペンラが入ってて、あとアクスタが入ってます。これにとりあえず入れました。で、あとはティッシュとか日焼け止めとかも入れます。下でハンカチも入れの、あと重要なモバイルバッテリーと、さっきからパン、これを持ってきます。お宅は屋根持つものが多くてよし、これで OK かな。じゃあちょっと INI のファンコン初日楽しんでいってきたいと思います。ちょっと今日はねザザザッと用意しちゃったんだけど、結構私の一軍コスメがここで出てきてたかなと思うので、私がちょっと気に入ってるものがねバレちゃったかなっていうのはありますはい、 OK ってことで、ちょっと私は推しの西ひろとを拝んでいきたいと思います会場暑いみたいなんでまた汗かいちゃうと思うからミストしていこう。ミストこんな感じで OK でしょう。はい、ということでこの動画が良かったらグッドボタンを押してチャンネル登録やってみてよろしくお願いします。バイバーイ。